夏休み終わりもう本日は夏休みもう終盤でございます。はい、ということでホーボロさんは宿題やらないとやべえよな。うん、やべえやついる？いねえよなー言いたいんだけど、いるんだよね。あ、でも英語終わった。89ページ終わらせました。で、本日ですね、ほのぼのさんには宿題を頑張っていただき、私、夏休み期間じゃないとできないこと、というか、まあ、時間がたくさんある時じゃないとできないこと、それなんですか？水平の片付け。はい、正解です。お掃除でございます。マジ、ここの部屋ね、そろそろ綺麗に行った方がいいっていうぐらい汚い。どこが汚いって、もう、ここはね、映るとこなんで、そこがちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、ここも綺麗にするんですけれども、あっち側ですね、音楽の方なんですけれども、私、お部屋にもピアノがありまして、そこで録音できちゃうんで、ここのピアノは正直使わなくても、まあ、いけるっちゃできるみたいな感じなんですね。機材ももう向こうの部屋にドバンと持ってっちゃえば向こうで収録ができるので、私ここの部屋でやる必要はないっていう認識になってしまった。頭が使ったものはここに置いてあるだけの状態だったんですね。なんですけれども、ここでも快適に録音ができるようにということで、初心の気持ちを忘れずこちらのお部屋を掃除したいと思います。2022夏終わっちゃうねの人でございます。じゃあまずはノエの側からいきましょう。こちらです。私 YouTube 見ながらやるんで笑っちゃうかもしれないですけど、はい、ご了承ください。はい、こちらです。キタロギです。いろいろ機材買ったんですよ。それ受験終わったら開けるって言って放置してるのとかあるんです。ボタンを押してさ、電子音出すやつ、これと同じメーカーの。へえ。やっていきたいと思うんですけれども、どうしましょう。ウェッティとかで拭くのは最後がいいかな。うちの部屋のところにキッチン用の管理用のやつあるから、それ持ってきたら。はい、ありました。こちらですね、食卓。うん、多分機材とかをこれで拭くと、機材ファンとかがてめえウェットティッシュで拭いてんじゃねえよらやって来るかもしれないんですけど、安心してください、ちゃんと空拭きします。あとこれタトゥーじゃないです、シールです。これはマイクスタンドです。マイクスタンドも結構邪魔なんだよな。とりあえずこのピアノは佐藤萌歌さんとのコラボの時に持ってったピアノなのね。それ以降使ってないから線入ってないのよ。ちゃんと入れて使えるようにします。結構上が汚い、ホコリがさ、あとここモニターもあったりとかするのにさ、全然使ってないからね。結構昔はここでアマプラ見たりとかしてたんだけど、もう今は全然。はい、こんな感じで拭いて拭いて。このマイクもなんか壊れたんだよね、よくわかんないこやつ。なんかすごい不安定だし。こんな感じで拭いて拭いて。ポノシは今何ページ目ですか？35で、何ページ終わらせなきゃいけないんですか？59まで。お、じゃあ頑張ってください。はい、ということでピアノつけられて上も結構綺麗にできたんですけれども、これをね、開けてなかったら開けてみたいと思います。使い方一切わかりません。ここに置けたらここに置きたいんだけど、どれぐらいのサイズなんだろう。でも箱からして結構古そうなんだよねこれ。あ、ここら辺は捨てちゃダメなやつだな。え、めっちゃ綺麗、超綺麗なんだけど、なにこれ、すごい。ああ、このコード見たらわかるわ。ああ、へえ、ああ、わかった、すごい。ガチ DJ できんじゃん。絶対置き位置的にこの DJ の横に置いた方がいいな。これをこっちに置くか。スピーカーこっちに連れてたのか。うわ、スペースないな。スペースがないわ、ちょっと。おっ、ぴったし。見て、ここにぴったし置けた。じゃあここでいっか。でも使えないけどね、ここ一回出さないと使えないっていうの結構大変だな。でもどうだろう、こっちに置いた方がいいかな。ごちゃごちゃしてるかな。ぴったしすぎるよな、ここちょっと。まあいっか。オッケー。じゃあ引き続きやっていきます。はい、ということで箱は綺麗になりました。スッキリしました。ちょっとここら辺が映ってるからあんままだ綺麗に見えないんだけど、最後に全部紹介しますね、綺麗に。そんな感じでここは綺麗になりまして、次はこの紙袋の中に入ってるものたちを処理していくんですけど、一つの箱にまとめたりとかしたいと思います。はい、ということでボノシはどうですか？私はですね、なんとあと国語の作文を書けば、うん、テスト物終わる。お、マジ？うん、早っ。国語はでもテスト物は次の授業って書いてあるから、うん、やらなくてもいいんだけど、やりましょうね。まあ、やろうかなと思う。あとこれ丸付けしちゃえば終わる。終わる？うん、マジ？だって英語はもう終わってて、で社会の作文は学校ある間に終わらせても提出しちゃってるから、うん、OK でしょ。あと国語の作文と、あと一行日記とか書くわけ。一行日記がいつだっけな、8月の誕生日から3日分ぐらいしか書いてないから、もう私は全然
この後の夏休みを優雅に過ごせるっていう、最高だよね。ということでですね、紙袋も全部きれいにしました。で、今日はやる予定なかったんですけど、せっかくのお部屋片付けデーということで、この横にある扉なんですけれども、ここはですね、本当に片付けないと見せられないということで、片付け終わったノエノー。はい、ということでですね、ノエノーは部屋の片付け終わりました。部屋の片付け終わったんで、今から掃除機かけていきたいと思います。なんかめっちゃ逆光っていうね、一回切るよ。オッケー。一旦ここは綺麗になりました。もうこれからは溜めて置いとくとかするのはやめましょうね。で、あとこの中なんだけど、一応綺麗になったじゃ綺麗になったんだけどね。それではこちらのところ開けます。じゃじゃーん。こちらのお部屋はもうドレッサーとしては使ってなくて、絵の具とかが、絵描くものがいっぱい入ってます。飲み切りました。あー、すごい見せ方、すごい出たー。見てください、今ここの上に置きました。こういうことする人がいるからゴミが増えるんですよ。はい、こんな感じで。もしかしてホーゴさんの作品ですか？そうなんです。かわいい。ここはちょっと紹介しないときます。しないんだ。あんまり異常ないんで。じゃあちょっと最後、こっちの音楽スペースを紹介したいと思います。大丈夫。あの、ここさ、テレビあるからさ、ここでさ、カラオケやろう。あの、うちのさ、修学旅行の動画みたい。どこにも流せるやつ。このものが修学旅行行った時の DVD みたいなのもらって帰ってきて、それを後で見ようと思います。それは動画に映せないんで、全然。はい、ということで、こんな感じで紹介していきたいと思います。若干まだ、ほこりがほこってるところがおらっしゃるんですけれども、そこはあんま気にしないでいただいて、掃除機こっち置きます。まずここから行こうかな。ガラスの少年。あんた宿題早く終わらせなさいよ。コントレックス出たー。その自慢なんな、本当に。しかもなんかコントレックス飲んでる自分いいって思ってる。あ、モチベが上がってるみたいでいいですね、それは。まずこのガラスケースなんですけど、上に3体あるじゃないですか。この3体が3つのガラス一つ一つに入ってたんですけれども、ギュッてしてギュッてやりました。で、ここはですね、みんなが大好きな地球グミとか、これ開けるの怖いんだよね。地球グミとか、なんかいろんなその流行りのグミが余ったやつがあったんで、この中に入れました。で、これはグミかと思いきや、ガチャガチャの景品が入ってます。じゃあちょっと一旦マシュマロマスクここに置いてます。こんな感じです、ここは。 OK、 じゃあ次こっちから行きます。ここら辺は別に配置が変わったとかじゃなくて、ただ綺麗にしただけなんですけど、こちらギターです。これはパパのギター、エレキギターなんで、繋がないと音がはっきり出ないやつです。でも繋げたらうるさい。そう、この部屋はまあまあ大きな音出しても大丈夫なんです。そう、あのここのね、いつも撮影してるところの後ろに防音材みたいなのに入れてる。そう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 、夜遅くまでね、撮影することがあるので、大きな声が出ても大丈夫です。で、これここら辺紹介していくんですけど、リモコンです。基本的にテレビはこの部屋であまり見ることないんですね。リビングのテレビを見てます。でもリビングよりも液晶はでかいんですよ、このテレビの方が。ここでまあアマプラ見ることが多いですかね。あと YouTube な感じで、はい。これは DVD プレイヤーです。今の時代 DVD 見るやついるって思ったでしょ。ジャニオタはね、ちょっと DVD がないと困るんですよ。ライブ DVD だったりとか、ミュージックビデオとかも基本的にこれで見るので。これブルーレイ対応のやつです。で、奥にマイクがあるんだけど、これは音が綺麗すぎて結構雑音とかも拾っちゃうんで、ほんと真夜中とかにしか使えないマイクです。で、これはパソコン置きね。で、次ここです。 DJ ブースなんですけれども、この DJ は最近は使ってないんですけど、ちょっと前まで使ってました。なんかこの DJ で曲を作るってことは、私まだちょっと知識がないんで試せてないんですけど、 DJ で曲作るというか、作った曲を DJ するだったりとか、DJ するっていうの？キュ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 ってしたりとか、ある曲を使ってリミックス作るみたいな感じの時に使うやつです。これがあると本当になんかこの部屋音楽スペースっていう感じします。で、今日ね、途中で開けたこちら、これは曲作る時に使えるし、これと多分
連動させて使えると思います。でもメーカーは違うっぽいわ。こもった音を作ったりとか、このパッドとかでできるんだと思います。私今パソコンで普通にマウスでガーってやってるんですけど、これでできるっぽいです。今度使ってみたいと思います。で、あとこれは激安マイクですね。5000円で全部揃うマイク。音楽始めたいって思ってる方はぜひ、よければこのマイクマジおすすめなんで、 Amazon 激安マイクで調べてください。音質はあまり良くないかもしれないですね、他のやつに比べたら。あと音がちっちゃいっていうのもあったりとかするんですけど、これいいです。で、こちらですね、ピアノでございます。私繋ぎ方間違えてたんだよね。この奥にあるボスに繋げてたの。これモノラスなんだけど、これそう、ボスっていう本来ギターに繋ぐやつなの。ピアノだけだと音が出ないんですよ。これ電子ピアノスピーカーが付いてないんで、アウトプットさせるものを入れないといけないんだけれども、持ち運びの時は基本的にこれを持ってってんので、家ではこれがあったわ。ここでピアノ弾かなすぎて忘れてたんですけど、ここに2個スピーカーがあるんで、これから音が出るようにちょっとセットします。自分の部屋にあるピアノに比べたら鍵盤の数が全然少ないんですよ。これ音が鳴んない。あった、怖い、ブーって言ってる。来た、できました。はい、弾けるようになりました。ということでピアノはこんな感じですね。次、ここはちょっとよくわかんないですけど、基本的に録音するときはこのマイクでやってます。と、あとここの奥にもう一個ピアノがあるんだけど、これちっちゃいピアノでいろいろできるやつだと思うんですけど、使ってないです。こっちもローランドです。ここは可愛いポイントですね。謎のサンリオのアクスタがあるって感じですね。こんな感じです。で、上にテレビがある感じですね。はい、ということで本日はですね、ノイノンはお部屋の片付け、ほのぼのは夏休みの宿題をやる動画でございました。皆さんは夏休みお部屋綺麗にしましたか？しましたか？うん、自分のお部屋よ。うん、綺麗にしたけど2日で汚くなった。はい、2日で汚くなってました。ということで、ノイノンお部屋綺麗になってよかったねと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼのちゃん宿題大丈夫そう？と思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さっき友達にさ、わかんないのがあったから、写真送ってって言って、うん、どれぐらい進んでるって言ったら、うん、私よりも進んでなくてちょっと安心しました。ありがとうございます。ということで、また次回のライブ番組でお会いしましょう。キャンバイバイじゃん。